ホルタレザは、ブラジルのセアラー州の州都。人口は2016年7月1日では、約261万人の規模を有し、ブラジルの都市で第5番目の人口を持つ。1500年2月2日、スペインの探検家、ビセンテ・ヤーニェ・スピンソンがこの地に到着し、サンタ、マリアデラ・コンスレイシアンと名前を付けたことから始まる。1603年に、ポルトガル人。 ペルコロデ・サウザが、ソーン、チアゴ・トリデを建設し、ノバリス・ボアの居住区を創設した時より、植民地化が開始された。その後、オランダが、ブラジル北東部を占領し、スクニンボーチ・トリデを築いた。オランダ人が、セアラーから駆逐された時、ポルトガル人は町を、ホーテレイザ・デ・ノッサ・センホラ・ダー・サウオと再命名した。1726年、トリデの町は、村に昇格した。 1799年、セアラー州はペルナンブーコ州から分離され、ホルタレザがその州都となった。19世紀の間、ホルタレザは、麺産業が成長し、これによって、セアラーの中心都市としての地位を確立した。欧州との直行航路が増加し、1812年、ホルタレザ税関が創設された。1824年、 エクアドル連合の革命家たちの目標となった。1846から1877年の間、経済発展とインフラ整備が進み、町は繁栄した。綿花が輸出され、1845年の2つの中学校とシーラミュークユーライプと代、1861年のサンタカーザ・デミスビコーディア・でホーテレイザ、1864年のプラナ・セミナリー、 1867年の図書館、1870年にはベティアリット鉄道の建設と共に開始された公共交通ネットワークの建造など様々なものが建てられた。1870、1880年代は奴隷解放論者と共和主義者の時代と言われている。1884年3月25日、セアラーでアフリカ系ブラジル人奴隷の解放が行われた。 4年後には、ブラジルに完全に奴隷はいなくなった。文学においては、1892年にスピリチュアル、ベーカリーが起き、ブラジル文学界に先鋭的な思想が広まった。1887年にシーラ・インスティチュートが、1894年にシーラ・エス・アカデミー・オブ・レターズがそれぞれ創設された。20世紀に入り、特に1910年代、ホルタレザワとしかし、 地方から人が流入し、ブラジルで人口が7番目の都市となった。1922年、メスセジャナとパランガバと合併して人口が10万人に達した。1954年、町で最初の大学 UFC が創設された。1950年から1960年にかけて、町は人口増加率100%を超える発展を遂げ、郊外エリアも発展し始めた。 混欠、白人、黒人、その他、ありがとうございます。